俳優阿部サダヲが主演を務める TBS 系金曜ドラマ不適切にも程がある。毎週金曜あと10時の第5話が23日に放送され、物語は大きな展開を迎えた。工藤官九郎氏が書き下ろす意識低い系タイムスリップコメディ。1986年から2024年の現代へタイムスリップした昭和のおじさん小川一郎阿部が、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくストーリー。第5話は、父親に会ってほしいと渚中理恵社に連れられた一郎阿部サダヲはホテルのラウンジで犬島譲る古田新太と対面していた。なぜか一郎のことをお父さんと呼ぶ譲るに対し、お父さんはそっちだとイライラする一郎。そのやりとりを見ていた渚は一郎にある写真を見せるのだった。